皆さん、こんにちは。2015年に都内のホテルで、性加害を行った疑惑が報じられた松本人志氏について、週刊文春は1月9日、文春オンラインで、活動休止発表の松本人志告発者 A 子さんは、裁判になったら証言台で説明します。松本、とうとう出たね。専門家は、まさにセカンドレイプ3人の女性が、新証言。恐怖のスイートルームは大阪、福岡でも行われていた。とする続報を配信した記事では、2015年から2019年にかけて大阪と福岡のホテルでも後輩芸人による松本氏への性接待が行われていた疑いがあるとしている。その場に参加したという複数の女性が取材に応じているという。松本氏が所属する吉本興業は、同氏による最初の報道を受け、2023年12月に当該事実は一切ないと性加害の疑いを否定するコメントを発表。同氏が吉本興業に対し、複数の後輩芸人が松本氏に女性を斡旋したことなどについて問い合わせると、1月8日に全豪に対して法的措置を検討しているなどの回答が戻ってきたという。同日、吉本興業は松本氏の活動休止を発表した。当面の活動休止について、吉本興業は様々な記事と対峙して裁判に注力したいと本人から申し入れがあったと説明している。松本氏自身も同日、事実無根なので戦います、それも含めワイドナショー出ますと X に投稿した。週刊文春は2024年1月 4.11 日新年特大号や、文春オンラインでダウンタウン松本人志と恐怖の一夜、俺の子供をめやとする記事を掲載。記事では、2015年に六本木のホテルでゲームと称して松本氏と寝室に2人きりにされ、性加害を受けたとする女性の証言などが掲載されている。これに対して吉本興業は2023年12月27日、当該事実は一切なく松本氏の名誉を毀損するものですと性加害の疑いを全面否定し、法的措置を検討していくと発表していた。一方、テレビ朝日などによると、今回の発表を受けて週刊文春は、一連の報道には十分に自信を持っており、現在も腰には情報提供が多数寄せられています。今後も報じるべき事柄があれば、慎重に取材を尽くした上で報じてまいりますとコメントしている。松本人志氏の性加害報道をめぐっては、SNS でも様々な意見が飛び交い、記者会見を開いての説明を望む声も多く上がっている。松本氏が2025年大阪・関西万博のアンバサダーを務めていることについて、林芳正官房長官は9日の記者会見で、報道については承知している。事実関係を確認の上、万博アンバサダーに任命した日本国際博覧会協会において適切に対応されるものと考えている。私からはコメントすることを差し控えたいと話した。TBSK、テチームは10日、活動休止を発表したお笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志をめぐり、この日発売の週刊文春が新たな性的行為疑惑を報じたことを伝えた。松本に関しては、昨年12月に週刊文春が2015年の一般女性との性的行為疑惑を報道。この報道を受け、所属の吉本興業は、当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものですとしていたが、今月8日に松本から、裁判に注力したい。裁判との同時並行ではこれまでのようにお笑いに全力を傾けることができなくなってしまうため、当面の間活動を休止したいとの申し出があったことを受け、本人の意思を尊重することといたしましたと発表した。総合司会で同局の安住紳一郎アナウンサーは、活動休止を発表している松本人志さんですが、今日発売の週刊文春では新たに3人の女性の証言を報じていますと伝えた。これを受け、番組では週刊文春が新たに前回とは別の女性3人の証言が掲載されています。記事によると、性的行為の強要は松本さんが過去に出演した福岡や大阪での番組の打ち上げの場でもあったということですと紹介し、また女性を集めた人物として吉本興業の後輩芸人3人の名前を伝えていますと報じた。お笑いコンビダウンタウンの松本人志が活動休止を電撃発表してから一夜明けた9日、テレビ各局もレギュラー番組の放送や今後の番組方針などについて対応に追われた。松本は8日の公式 X でフジテレビ系ワイドナショーに出演する意向を明かしていたが、同局によると14日の放送に出演することが決定。出演の形式については、番組の詳細についてはお答えしておりませんと回答したが、関係者によると VTR メッセージなどではなく、スタジオの収録に出演する形になるのではという。この日、松本は X で、ワイドナショー出演は休業前のファンの皆さんへのご挨拶のため顔見せ程度ですよと投稿した。この日午後には、富士系人志松本の酒のつまみになる話の収録が都内で行われた。事務所関係者の話では、松本以外のメンバーで予定通り収録を進めたという。同局は、つまみ松本中井の今後については検討中とコメント。
他のレギュラー番組を抱える日テレ TBS などの民放各局も番組の対応について検討中としており、今後についての協議を継続していくとみられる。なお、11日に予定されていたダウンタウンがレギュラーを務める日本テレビ系ダウンタウン DX の収録が9日までにキャンセルされた人気お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんから性的な被害を受けたとする女性の証言が一部週刊誌に掲載されたことを受けて、吉本興業は松本さんが芸能活動を休止すると発表しました。松本人志さんについては、先月発売された週刊文春に松本さんから9年前に都内のホテルで性的な被害を受けたとする女性の証言が掲載され、この報道に対し吉本興業は当該事実は一切なく、記事はタレントの社会的評価を著しく低下させその名誉を毀損するものですなどとするコメントを発表していました。吉本興業は松本さんからこのまま芸能活動を継続することで多くの関係者や共演者にご迷惑やご負担をおかけすることになる一方、裁判との同時並行ではこれまでのようにお笑いに全力を傾けることができなくなってしまうとして、記事に対する裁判に注力したいという申し入れがあり、8日松本さんが活動を休止することを発表しました。松本さんが芸能活動を休止すると吉本興業が発表したことについて、週刊文春の編集部は一連の報道には十分に自信を持っており、現在も腰には情報提供が多数寄せられています。今後も報じるべき事柄があれば慎重に取材を尽くした上で報じてまいりますとコメントしています。女性に性的行為を強要したと報じた週刊文春と全面対決するため活動休止宣言したお笑いコンビダウンタウンの松本人志が14日放送のフジテレビ系ワイドナショーに出演することが9日正式に決まった。10日発売の同誌が続報として性的行為を迫られそうになったとする大阪と福岡の女性の証言を掲載していることも発覚。松本は X に休業前のファンの皆さんへのご挨拶のためと投稿したが、どこまで自らの口で語るのか。文春報道に対して事実無根なので戦います、それも含めワイドナショー出ますと宣言していた松本の出演が実現することとなった。松本は9日午後 X にワイドナショー出演は休業前のファンの皆さんへのご挨拶のため顔見せ程度ですよと改めて投稿。サンケイスポーツの取材にフジテレビも出演を認めた上で、放送内容など番組の詳細についてはお答えしていませんとした。本当に顔見せ程度の出演になるとは考えにくく、どこまで踏み込んで発言するのか、テレビ業界やファンは固唾を飲んで注目する。ただネット上では事実無根ならばテレビ番組ではなく記者会見を開いて語るべきとの声も多く上がった。逃走相手の週刊文春も10日発売号で記号2の矢記号を放った。2016年の福岡でパンクブーブーの黒瀬順に呼ばれ松本と性行為に及んだとする女性や、19年の大阪ではお笑い芸人田村健二に松本と2人きりになるよう迫られたという女性の証言を掲載した。真偽がはっきりしなくとも旧ジャニーズの性加害問題を受けて人権問題に敏感なスポンサーがさらなる拒絶反応を示す可能性は大きい。早速大阪府の吉村博文知事が9日松本がダウンタウンとして務める2025年大阪・関西万博のアンバサダーを休止になると説明。理由として裁判で争う間は活動はされない、事実関係が明らかになった時点での判断になるとしており、他のスポンサーも追随すると思われる。日本国際博覧会協会の会長を務める徳良正和経団連会長はアンバサダーの活動について対応を検討すると述べるにとどめた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。